はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、4月から教室に置いておかないと損をしてしまう教材教具、優れた教材教具について紹介していきたいと思います。はい、今年度末を迎えておりますが、なんとなくね、来年度のことも少し気になる時期になってきましたね。この時期に異動が決まったり、また新しい学年、なんとなくね、予想始まったりっていうことが学校で行われていると思います。まだ本年度が終わってないうちから来年度のことをもう今からやるっていうのはちょっと早いような気もするんですけれども、でも実はですね、教材教具、優れた教材教具っていうのを4月になってから注文したり、買ったりでは遅いんですよね。4月の最初に教室に置いときたいところなんですよ。でしかもですね、今のうちにそういう教材を入手しておけば、今の学年の子どもたちにもちょっと試してみることができるわけですね。そうすると、まあ、教師としてその教材教具を使う技能を高めた状態で新年度を迎えることができるわけです。そして先生が今担任しているクラスの子どもたちもその教材の恩恵を受けることができるわけですよ。ですので教材教具というのはですね、今必要だから買うというよりは、この教材良さそうだなと思ったらもう買っておくっていうのがね、大事なんですね。そして使えるときにもとにかく使ってみると、そして使うことでその教材を理解しますよね。やはり教材を使いこなす力というのもありますので、そのために教師が、まあ、早めに手に入れて早めにやっておくことがね、次の子どもたちに生きていくんですね。で、まあ、まだ3月なのですが、今のうちにそのような教材教具今日紹介しますので、もしお持ちでない方はですね、もうこれ絶対におすすめの教材ばかりですので、まあ、もし入手できるんだったら入手して、そしてそれで最後学年末子どもたちに授業してみてください。そうすることで子どもたちもいいし、先生にとってもね、技能が高まりますので、おすすめしたいと思います。ですので4月になってからでいいやではなくて、まあ、この動画を見てですね、最後まで見ていただいて、あ、そうか、そんな教材もあるのかという方はね、ぜひね、見てみてください。今日紹介するのはね、その教材の中のほんの一部ですけども、まあ、3つ程度にね、絞ってみようと思います。あれもこれもはね、なかなか大変ですの で基本的に学校予算で買えるようにしておくといいと思いますね。自分だけが持って使ってると、やはりちょっと学年の中でやりにくさがありますよね。はい、まず一つ目です。これはね、フラッシュカードですね。フラッシュカードってご存知でしょうか。すいません、今ここに本物がないんですけども、まあ、カードがあって、こうやって次々と、まあ、フラッシュのようにパッパッパッパといろいろな情報を子供に提供するカードですね。外国語活動のフラッシュカードが有名ですよね。単語が書いてあるようなやつですね。で、前側にあるカードを向こう側に出して示すのが基本形です。私がおすすめするのはですね、社会科のフラッシュカードって結構あるんですよ。3年生だったら地図記号ですね。で、4年生だったら都道府県、5年生でしたら例えば6大陸と3海洋みたいなやつですね。そして6年生は歴史人物、まあ、そういうフラッシュカードっていうのがですね、いろんなとこから出版されています。で、これを使うことをね、お勧めしますね。で、これなぜいいのかというと、とにかく授業の最初に短い時間でこうパッとできるわけですね。しかもそのことで子どもたちを導入からこう引きつけることができる良さがあります。まあ、フラッシュカードにはそういう良さがあるんですね。で、本当に短い時間毎日行うことで、まあ、導入が安定しますし、ね、何から始まるって分かってると安定するんですよね。しかもですね、覚えておきたい知識が定着していくってことなんですね。ですので、先ほど私社会科でいくつかフラッシュカードを紹介しましたけども、場合によってはね、自作する方法もありますし、算数なんかでもいろいろありますよね。基本的なあの用語ですとか、そういうものをフラッシュカードにして算数の授業の前の時間に必ずやるっていう方法もあります。私もフラッシュカード、算数は自分で作ったことがあって、分数の約分フラッシュカードってのを作ったんですね。例えば8分の4って書いてあると、ひっくり返すと2分の1になるみたいな、まあ、それをやるだけでですね、かなり技能が高まりましたね、約分の、まあ、そんな風に自分でアイデアを出して作ってみるのもいいと思うんですが、まあ、今言ったのはね、算数のは1単元の中のフラッシュカードですので、まあ、4月から1年間使えるフラッシュカードということで言うと、先ほど社会科を例にしていったようなフラッシュカードがあるといいと思いますね。で、これを年度途中に入手するよりも4月最初からやっている方が、授業のシステムも4月から作ることができますので、この3月にこんなフラッシュカードがあるんだなと見ておいてください。概要欄にちょっと紹介しておきますね。他にもいっぱいあると思いますけど、一部紹介しておきたいと思います。2番目がですね、百玉そろばんですね。百玉そろばんの動画を今までいくつか上げましたけども、百玉そろばんはこれですね。これ百玉そろばんです。まあ、これは算数に使う教材なんですけども、百玉そろばんも授業の導入に使うんですね。で、特に低学年なんかは10の分解合成ってすごく大事ですよね。それを毎時間毎時間授業の最初にこれを使ってやるんですね。そうすると10の分解合成っていうのは基本中の基本ですね、計算の。なので、それを毎日短い時間で行うことで定着させていきます。順小とか言ってね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
まあ、こんな風にやっていくわけですね。逆章とか言ってね、逆にこう弾いていくパターンもあるわけですね。まあ、こういう、あとね、10の階段がありますね。まあ、途中、今日は 5までしかやりませんけど、1、2、3、4、5、でこれ10の階段までこう作っていくわけですね、最後はね。そしたらこの後ね、10の合成分解ですね。で10の合成、子供に10の合成言わせますね。で1と9で10、2と8で10、3と7で10、4と6で10、5と5で10、それ子供に復唱させながらやっていくんですね。でこの後は分解やっていくんですね。1と9、1と9、2と8、2と8、3と7、3と7、4と6、4と6、5と5、5と5。ということをですね、子供たちにどんどん言わせながらやっていくと、最も大切なね、10の分解合成を理解することができるわけですね。で、100玉そろばんってこういう風に使うこともできるんですね。これがね、位を表すんですね。まあ、このままじゃ怒っちゃうんでね、このクリップありますね、こういうクリップ、こういうクリップありますよね。こういうクリップをこう途中でこう挟むんですね。こんな風にすると止まりますよね。まあ、これで例えばここは8を表すとかね、こんな風に止めちゃえばですね、例えばこれで68を表す。ということもできるんですね。大きな数の勉強なんかにも使えます。まあ、いろいろな使い方あるんですね。ですので、これが1台教室にあるとですね、まあ、インテリアとしても優れてますので、ぜひこれを教室に置くことをお勧めします。特に低学年の先生ね、いいと思いますよ。はい、そして今回一番の推しはですね、これです。じゃーん。ジャンボホワイトトスノートってやつですね。これはまあいわゆるホワイトボードなんですけども、こうマスがちゃんとついてるんですね。でこれ紙でできてるんですけども、まあ、いわゆるホワイトボードなんですね。ですからあのホワイトボード用のペンで書くんですけども、でこれをこうクリップ付きの磁石ありますよね。それでこう上下4箇所で留めて黒板に貼り付けて使ってました。でこれがいいのはですね、ノート指導なんかするときに非常に便利なんですね。これもしなかったら自分で黒板にこう枠を書いたりね、あの重いなんか黒板持ってきたりしなきゃいけなくなっちゃうんですね。これ軽くてすごく便利なんですよ。これを使って例えば算数で1行目のね、左から2番目のところから日付を書きなさいみたいなことは口で言ってもなかなか分かんないじゃないですか。それを説明するだけで時間がかかりますよね。それがはい、こういう風に書きなさい、これと同じに書きなさいっていうだけで子供たちが正しくノートに移すことができるんですね。ですからノート指導にはもうバッチリなんですよ。と同時に作文の原稿用紙に見立ててやることもできるわけですね。で例えば私の場合はね、4月に最初の作文指導として原稿用紙の使い方、正しい使い方を指導しますので、そんな時非常に便利なんですよ。題名を書く時はね、普通は 2,3 マス開けてから書きますとかね、名前を書く時は名字と名前の間1つ開けて名前の下も1マス開けるんだよみたいなことをやる時にもですね、口で言うんじゃなかなか伝わらないけども、書いて見せればすぐ分かるわけですよね。でなおかつですね、私はここに一字下げみたいなところには赤い磁石とかね、そういう磁石をこう1個貼ってやるんですよ。黒板ですからつきますよね。そうするともう明らかにそこは1マス開けるんだってことが強調されるので、まあ、エラーレスになるわけですね、子供たちの学習が。で特にその低学年の子供たちですね、そういう子供たちには非常にこれはですね、効果的でしたね。要するに教師の発言が少なくて済むわけですよ。無駄なこと言わなくてね、もう本当にね、快適です。これがあるかないかは本当にね違いますので、これぜひですね、騙されたと思って、騙しませんから、騙されたと思って教室で使ってみてください。これがですね、今回超おすすめの教材なんですね。先ほども言いましたけど、今教材を見てね、あこれいいなって思われる方はね、相当センスのいい方ですので、その方はどうせね、手に入れるんだったら3月中に購入して今のクラスでこれを使って授業してみてください。子供にとっても、ね、自分にとっても非常にプラスになりますので、お勧めしたいと思います。まあ、何でもね、使いこなせるようになるには少し時間がかかりますのでね、早めにその教材を体験しておくことが重要だと思ってます。はい、まあそれ以外にも様々紹介したいものはあるんですけども、まあ、番外編というか宣伝というか、私がですね作ってる教材があります。エンドレススゴロクというねシリーズ、先ほど社会科でフラッシュカードの話をしましたけど、フラッシュカードと連動して例えば都道府県だとか歴史人物だとか、そういうものがですねエンドレススゴロクになってますので、ぜひ村の里市教材開発ショップ見てみてください。 3,4 年生の外国語活動の指導に不安がある方や自信のある方もですけども、外国語活動のエンドレススゴロクも作ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。まあ、この場合はですね、教室におはじきとね、おはじきってコマに使うおはじきですね、おはじきを少しと、あとサイコロがあれば活用できますので、まあ、よければそちらも見てみてください。はい、まとめますね。各種フラッシュカード、100玉そろばん、そしてジャンボホワイトトスノートですね、あとまあできたらエンドレススゴロクっていうような感じで
今日は紹介させていただきました。明るい来年度を作るためにね、もう今から少しずつ無理のない形でね、準備をしていきたいなと思います。はい、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。